ギルバートはアメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ郡の大きな町である。1891年7月6日にアリゾナインスタン鉄道の引き込み線として作られ、その周りに町ができて1920年にギルバート町として調整を敷いた。その名前は引き込み線ができた土地の地主だったウィリアム・ロビー・ギルバートにちなむものだった。1911年から1920年代に かけて、ギルバートの町は、世界の星草産業の首都として知られた。フェニックス大都市圏の一部にあり、近年のフェニックス市の急速な拡大に合わせて、人口が急上昇してきた。2010年のアメリカ合衆国国勢調査局調査で、町の人口は208,453人となっている。ギルバートは、すでに大きく急速に成長しているが、市ではなく町のままである。 アリゾナ州の市長の中では1990年から2000年の間に最も成長速度の大きい自治体となった。アリゾナ州の人口重心がギルバートにある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は43.2平方マイル、このうち陸地は43.0平方マイル、水面は0.2平方マイルで、水域率は0.5%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人高構生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ギルバートには様々な宗教の会派があり、17.26%はカトリック、11.12%はプロテスタント、5.06%はモルモン教としている。モルモン教徒が多いことで知られ、そのことは 末日聖とイエス・キリスト教会が最近ギルバートに神殿を建てると発表したという事実にも現れている。また比較的犯罪率の低い町としても知られている。FBI の記録によれば2005年に殺人事件が起こらなかった自治体としてアメリカ合衆国で最大のところである。ギルバートは 圧倒的に共和党が強く、家族に優しいことを歌い文句にする政治的に保守的な社会である。アリゾナ州第六選挙区に属し、アメリカ合衆国会には共和党のジェフ・フレイクを送り出している。ギルバート町長はジョン・ルイースである。2009年3月10日に市政委員会予備選挙があった。ギルバート中心街。 ギルバートの大半はギルバート統合学区に入っている。他にチャンドラー統合学区、区メサ公共学区、区クイーン、クリーク統合学区、区およびヒグリー統合学区に入っている部分がある。ギルバートにはイーストバレーをめぐるアリゾナ州環状道202号線のうちサンタンフリーウェイ部分が通っている。他にもウィリアムフィールド道路、チャンドラーブールバード及び ギルバート道路など幹線道路がある。メサし東部にあるフェニックスメサゲートウェイ空港に比較的近い。フェニックススカイハーバー国際空港まで車で25部の距離でもある。最近ギルバート中心街にバス路線と将来の通勤列車のためにパークライドの設備が建設された。この設備はユニオンパシフィック鉄道の線に接続しており、通勤専用の設備もあるが、 現在は運行されていない。しかし、バスがそこからフェニックス中心街に運行しており、将来ギルバートに来る通勤用電車は、すでに施設の大半が建設されているので、多少の修正が必要になる。バルビスタコのウォーターフロントギルバートは2つの都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。